さあ、また水間観音まで戻ってきましたけどね。あれなんですね、2両のうち片方の一つの青いところが優先座席になってるんですね。そういう構造なんだ。なんやかんやといろいろ見て回りましたからね。さあ、とりあえず改札を出て水間観音をひとまずこれで終了ですね。まあ、うちの動画としてはまだここから家に帰るまでが遠足ですからね。あ、ゴミも片付けてくれてありますね。ありがたい、ありがたい。はい、すごい大きな。さあ、ということでね、水間観音駅まで戻ってきましたから、これでね、ひとまず水間鉄道、これでね、ひとまずお別れになって、ここから車でね、富田林の方から奈良の方、橋本とかあっちの方抜けれるかな。で、帰っていくと思います。本当はね、なんか八のつく日に夜店があるらしくて、今日も夜店がこれであるはずなんですけど、ちょっとさすがにここに夜によると明日の朝6時に私四日市行かないといけませんから、これはちょっとさすがに難しいぞということで、またね、いいタイミングでね来てみたいですね。そうだ、ここにあった。お、何やってるんでしょうね。昨日散々見とった時にそういうありましたよね。ここに24時間600円とか。でもまあそこ200円やったからまあいいか。うん、とりあえずね、駐車場がねちょっと離れたところに止めましたんでね、そこまで歩いていこうと思います。行きの模様はねまた放映してると思いますけど、駐車場帰りはねちょっと大桑の方から回ろうと思います。ちょっとねさすがにあれ狭かったんでね、ちょっと行きづらいなってなかったんでね。これでもちなみにそのままねフリーキップなんで記念で持ち帰りができるらしいんで、ちょっと記念に撮っておきましょう。でまたね折り見てこの前のね、結構いろんな、いいお店も見つけましたからね。またねちょっと行ききれてないところもありますからね、ちょっとまた来たいなと思いますよということも含みながら、とりあえず帰り道はね水間観音さんからとりあえずちょっと観音さんだけちらっと寄りましょうか。今ねちょうど12時くらいかな、ですからね、まあ、予定通りっちゃ予定通りに来ましたんでね、こっちやったな、こっちから行った方が良さそうでしたね。その前みたいに下のねちょっとお地蔵さんもねいい動画撮れましたからお礼だけ言っておきましょうね。でストーンとね大熊の方に出れるよっていうことなんで、この道はね昨日も来ましたからね、それにしても本当道中いろいろ見てきましたけど、なんか玉ねぎを干してある家多いですよね。なんか昨日もここら辺出た気がしますけど、よしでね、ありますあります、お地蔵さんがありますんで ね、どのお地蔵さんのおかげか分かりませんけどね、いやもう全てのお地蔵様のおかげだということですね。通り道ちょっと三松地地蔵地蔵さんね、お礼だけ言っておきましたね。見てみるとお水とかおみきとかね、あのお花も全部ねちゃんと地元の方が変えてくださってるんですね。ありがたい話でございます。でこのね側道から大桑の方に出れるし、それであっちの団地の方に行った方のが多分こっちの道の方のがね安全っぽいので、そっちから行こうと思います。ああダイソーが夜の11時までやっといていいですよね。大桑は24時間営業やし、まあ大桑の24時間営業はね三重県でもよくある話ですからあれですけど、
歩道は向こうやな。それでもあれですね、メッシュタイプのね買ったんで、今回は渡ったらそのままね、ああこっちやったら歩道もしっかりありますから、ああ全然こっちの方が行きやすそう。ちょっと大回りにはなりますけどね、それこそ一かば回れですよ。コイン洗車、あ、自販機で洗車用品を売ってんだ、へえ、面白いですね。ちょうど使ってされられる方もいらっしゃいますね。磨いてますね。ドリンクも100円からあるみたいでいいですね。でこんな感じでね、コインタイプで洗えますよっていう、いいですね。でその先はコスモがあるんや。これ三ツ俣大橋。いやいやいや、川を渡って先の交差点のところ曲がったらいいみたいですね。それでその三松団地っていう団地らしいです。ですからちょっと団地から駅までは、三松の駅まではちょっと距離がありますけどね、まあ送迎とかするんだったら全然いいですよね。三松とかで乗り、三松よりあのその前の何ですか、松ヶ谷までしたっけね、あのそこら辺とかでね乗り降りしても良さそうですね。この橋も立派ですよね。横に広い立派な橋です。とコスモ石油があって、もっと先みたいですからね。とここやったらあかんのよね。もっと先まで行かなあかんね。おトンネルも渡らなあかんねんね。あ、逆に言うとあれですね、トンネルで掘削してくれてあるんで、前みたいにあのアップダウンが激しくないですね、行きより。あ、こっちの方がいいな、はあ、あで上は団地になっとるという構造なんですね。すごいですね。歯車ソース、さっきは三ツ矢買いましたけどね、私は。歯車ソースっていうソースもあるんや。ゆずポン酢とか気になるね。紀の川ですから、西紀州の方に行くとあるんでしょうかね。てっきり自動車屋さんかと思った。そしたらこういうあれなんですね。でこれまた広い。これまた広いトンネルですよ。おお。これが三ツ俣トンネル。信号ありってなってますね。これが国道175線でそのまま行けるみたいですね。157メートルの長さで、幅が 23.7 メートル、幅広いですね。両方しても余裕も取れる。でまた上が平べったい作りなんで余計になんか広く感じますよね。
面白いですね、台形というか、ね、かまぼこ型じゃなくて上がこのピタって太いやつだと、ちょっとこういうの反響の仕方も違いますしね。で、なんでしょう、さっきから里川と妖精違うのはやはりあれですか、山田警戒も貼られてますよこれ。逆にちょっと暗いところにあの光があったので、なんか五光が差してるみたいになってますけど、大丈夫かな。それあと編集するときまた見てみますけどね、なんかプロジェクト X みたいな映像になってますけど、あ、かまど山あるんだ。で、ここを曲がって、声が疲れる、ここを曲がったらいいみたいです。はあ、あ、本当だ、さっきのこれで、あ、もう全然こっちの道の方がいいじゃん。ちょっと広いところに行きましょう。あんな感じなんだ。で、ダイニング、このカフェ、これはなんて読むんだろう、金の壺かな。こんな店もあるんですね。何？手作りプリンあるの？ちょっとプリン買ってこうか。気になるな。さあ、買ってきましたよ。金の壺の手作りプリンということでね。なんかね、あのお伺いしたら、もともとは泉佐野でお店、あのプリン屋さんやってたらしいですね。で、こっちの方にあの移転した形らしいんで、他にお店はないみたいです。見つけましたよ、こういうのちゃんと見つけてきますよ、うちのチャンネルは。いや、プリンですから行くね。種類によって値段がねだいぶ違ったんですけど、300円から350円ぐらいであって、いろんな種類があります。またその模様は映、してると思いますんでね、まあ、ちょっと保冷を引き合わせながらね、とりあえず持って帰ろうと思いますんで、まあ、道中でまた、もう車の中でね、ここからずっと行きますからね、とりあえずいいかなということでね、とりあえずやっていこうと思います。こんなね、隣になったんですね。いや、こっちの駐車場前来てよかったじゃないですか。やっぱちょっと歩くといいことありますよ。これ絶対美味しそう。お店の方もいい感じでしたし、中にね、食べるスペースもあったんですけど、もうね、ほぼほぼ満席状態。もうね、食べるところもそんなに広くない。ね、3択、4択だったかな、でしたからね。あ、じゃあね、テイクアウトでね、帰っていきましょうということでね、早速ね、いただいていきたいと思います。あ、またね、帰ってからね、いただこうと思います。いい楽しみがしましたね。なんとかね、いろいろありますからね。いやー、いい感じになりましたね。ということでね、ひとまずね、車に乗り込んで、ここからはね、ご帰宅モードに入っていこうと思います。貝塚、めっちゃいいじゃないですか。いやいやいや、今回何やかんや当ててますよ。トラブルを、ね、トラブル、ピンチをね、見事に成果に変えてますからね。いや、よし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 。じゃあ、とりあえず、四日市に向かって、ぼちぼちと帰ってきましょう。よし。